浅井長政は、戦国時代の武将、北近江の戦国大名を、浅井氏の三代目にして、最後の当主、浅井氏を北近江の戦国大名として成長させ、北東部に勢力を持っていた。妻の兄、織田信長と同盟を結ぶなどして、浅井氏の前世紀を築いたが、後に信長と結立して、織田軍との戦いに敗れて自害。浅井氏は滅亡した。 会位は、増樹に中納言9月15日に送られた。天文14年に、浅井久政の着難として、六角氏の居城、南大見の観音寺城下で生まれる。陽名は、猿屋所丸。下国城によって、直接の主筋で、北大見の守護であった京国氏を追い落とした浅井氏も、当時南大見の守護であった六角氏との合戦に、敗れ、初代当主である。 浅井助政の代に手に入れた領地も失い、六角氏に侵入していた。そのため、長政自身も、聖母、小野伝と共に、人質になっていたとされる。久政は、六角氏との外交に力を入れ、北、大江を維持していた。家臣の中には、久政の政策に反発する者も,も多く、また先代に活躍した武将も、世代交代という名目で低い扱いを受けていた。 15歳で、長政が元服した際、六角氏は、浅井と親中関係にあることをはっきりさせるため、長政に、六角氏当主である、六角義方の一時を取って、県政と名乗らせた。また、六角氏の家臣である、平井定武の娘との婚姻も敷いた。A63 年8月中旬、県政は15歳で軍を引き、六角軍を相手に、 野良伝の戦いで見事な戦いぶりを披露した。六角氏に服従する状況に不満を持っていた、家臣たちは、県政に期待を寄せ、久政を筑部島に追放して、隠居を強要した。長政は家督を強奪に近い形で相続した。長政は、六角氏から離反する意思を明確にするため、平井貞武の娘を六角氏に返し、県政の名もシンクロに戻した。 ノラーの戦いの勝因は短期間で寄せ集めの軍備しかできなかった六角氏と異なり、久政が隠居した頃から合戦の準備を始めていたためと思われる。また、長政が六角氏から離反した際に浅倉氏と親中関係を結んだとする説もある。これは浅石側が浅倉氏を親方様と位置づける文書が出てきたことによる。A66 年。 六角氏の筆頭家臣であった後藤健豊が六角氏当資の吉春により殺害された。この騒動で六角を離れ、浅井に仕官した者も多く、六角氏の改革失敗が決定的になった。同年、長政の身の遠征中に、その留守を狙い六角氏が軍を動かしたため、長政は軍を反転させて六角軍を撃破した。殿を守らせた赤沖四綱は、 五百の兵で見事な働きを見せた。この二つの出来事で、浅井氏は領地を拡大したが、その後は六角氏との停戦協議により、膠着状態が続いた。尾市の片像は、タイの掛け軸となっている。1560年代、織田信長は、美濃斎藤氏との膠着状態を打破するため、不破工事を使者として送り、長政に同盟を提案した。 同盟の条件は浅井側に有利であったが、浅井家臣の中では賛否両論あった。最大の問題は、久政の名優である浅倉義景と信長の不仲だった。西見の勢が、信長よりに振る舞うたびに領地が、油坂で通じることになり、織田、浅倉は互いに挑発を繰り返していた。同盟に際して、織田、浅井の両家は、政略結婚をした。 A60 年9月頃に、長政は、信長の妹の死を妻とした。なお、長政と死の婚姻時期については、諸説ある。A67 年、A68 年とする説などいくつかの遺説がある。織田、浅井の同盟により、信長は、上落経路ともなる大見口を確保し、身の国攻略の足がかりとした。信長は同盟成立を喜び、通常は浅井側が、 結婚資金を用意するのが当時のしきたりだったが、信長自身が婚姻の費用を全額負担したとされている。結婚に際して信長の一時を配慮し、長政と改名したと申される。さらに、建政時代の顔をやめて、長の字を右に倒した形の顔を作った。A61 年7月、越前国に滞在していた足利義明は一向に上落の意思を見せない。 朝倉義陰に見切りをつけ、終わりの信長のもとに身を寄せた。これによって、9月に信長は上落を開始した。上落の道中、反抗する六角氏を攻撃。これにより、長政の敵である六角氏の勢力は、南大江の高賀軍に撤退。浅石も、義明を守護しながら、上落を援護した。元気元年、信長が長政と交わした。 朝倉への付箋の誓いを破り、徳川家康と共に、琵琶湖西岸を通過して、越前国の朝倉方の城を攻め始める。長政は、吉景との同盟関係を重視し、織田徳川連合軍を背後から吸収。信長は殿を務めた、木下秀吉らの働きにより、大御国を脱出した。敦賀への進軍に、主力である武将たちは参加しておらず、長政がいたという記録はない。 また、そもそも、織田と浅井の同盟自体が存在せず、金ヶ崎の戦いでの織田軍は、目的を達して外戦中に、浅井氏の挙兵を知ったという説もある。一方で、この、戦い自体が、若狭国の支配をめぐって吉陰と対立を深めていた、足利義明による、討伐の命令に基づくものであったとする説もあり、将軍の命令には従わざるを得なかった信長から、すれば、 長政の行動は理不尽であったとする見方もある。同年6月、長政は朝倉軍と共に大見国、姉川で織田徳川連合軍と戦う。結局この戦は織田徳川連合軍の勝利に終わった。なお、当時アザ軍の足軽だった東道高虎は姉川の戦いに参戦し、織田軍に大し武功を挙げて、長政から感情を送られた。 姉川の戦いの後、信長に脅威を覚えた本願寺が反信長の意志を表した。9月には、朝倉軍や遠逆寺、一向衆都と連携し、再び信長への攻勢を強め、坂本において森吉成や小田信次郎を打ち取る。だが、信長が足利義明に和睦の朝廷を依頼し、さらに朝廷工作を行ったため、12月に信長と直名講和することになる。 また、朝石と協力関係にあった、遠略寺は、元気2年9月に信長の比叡山焼き討ちに遭い、壊滅してしまった。元気3年7月、信長が北大江に来襲した。長政は、父の代からの同盟者である、朝倉義景に援軍を要請。義景は1万5000の軍勢を引き、大江に駆けつけた。信長との正面衝突にはならず、 睨み合いが続いたが、浅井・朝倉連合軍は、織田軍に数で劣っており、依然として苦しい状況であった。遅れること同年9月、将軍、足利義明の要請に応える形で、武田信玄がやっと、海の国を審発する。信玄はこの時、長政、久政、親子宛に、ただいま出馬候この上は、猶予なく、行に及ぶべくこうという書状を送っている。 同年十月宮部城の宮部慶順が、橋場秀吉の長略で降伏。その後信玄の参戦を機に、北大江の信長主力が岐阜に移動した隙を突き、虎御前三歳の橋場隊に攻撃を仕掛けるも、撃退されてしまう。その後、信玄は、東都海で、織田、徳川連合軍を撃破し、三河に進んだ。同年12月、 北大江の長政領に在陣の朝倉義景の軍が兵の疲労と積雪を理由に越前に帰国した。信玄は義景の独断に激怒し再出兵を促す手紙を義景に送ったが義景はそれに応じず黙殺的態度を示した。それでも信玄は義景の再出兵を待つなどの理由で軍勢を止めていたが翌年2月には進軍を再開し、 家康領の野田城を攻め落とす。しかし、信玄の休止により、武田軍は海に退却した。これにより包囲網は一部破綻し、信長は大軍勢を、大宮越前に向けることが可能になった。浅井長政公子人の起象祭は、小谷城の戦いを参照天正元年7月、信長は三万の軍を引き、再び北大宮に攻め寄せる。長政は吉陰に援軍を要請。 吉影は2万の軍で駆けつけるが、織田の軍勢が北大江の城を落とし、浅井屋中にも寝返りが相次いだため、浅井氏の救援は不可能と判断した吉影は越前国に撤退を始めた。撤退する浅倉軍を信長は追撃してと根坂にて壊滅させ、そのまま越前国内へ乱入し浅倉氏を滅亡させた後、取って返して全軍を浅井氏に向けた。 浅井軍は、信長の軍によって一方的に、勢力範囲を削られるのみであった。ついに本拠の小谷城が、織田軍に囲まれる。信長は、不和工事、さらに、木下秀吉を使者として送り降伏を進めたが、長政は断り続け、最終勧告も決裂した。8月27日父の久政が自害。信長期には、翌28日に長政は、小谷城内、 赤尾屋敷にて自害したとされるが、29日に出された長政の片切正指帝に対する感情が発見され、明日は9月1日であることが判明した。この感情において長政は、同年7月末に信長主導で行われた改元後の言語を、転称ではなく、足利義明が主導して改元された前の言語を、元気を使用している。 これを信長に対する抵抗の意図解釈する説がある。去年二十九、墓所は、滋賀県長浜市の徳正理事。信長後期には、天正二年の正月、内輪の宴席において、薄子にした、吉影、久政、長政の頭蓋骨をお魚として、白木の台に据え置き、皆で歌い遊び主演を催したとある。また、浅井三代記にはこれらのされ神戸を杯にしたとある。 しかし近代では、ドクロハイにしての長が酒を飲んだというのは、作り話とされる。浅井氏は思想、扇町三条金綱の楽園とする、家計伝承を持ち、本性を藤原氏と称するが、江北に古くから土着している豪族に、浅井氏があり、平安時代や鎌倉時代の記録にすでに名が見える、古来の浅井氏に、公家の子息が入り婿したとも伝えられる。室町時代には、守護、 京国史に従う国人領主の一つとして頭角を表す。やがて共有、助ケが越前、朝倉市の公園によって黒人一騎の名主角であった浅見氏を倒し、広北第一の勢力として対等するに至った。両親兄弟島や知県春日市の浅井氏、宅跡にある浅井長政像。妻息子娘用紙他にも弟の浅井正元、浅井正幸。 浅い知性、初流の浅い案もいた。小説楽曲ゲームアニメ。ありがとうございます。